ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。高齢者を、高齢者のモチベーションをアップさせて光り輝く高齢者になろうという情報を配信しているところであります。今日は2024年5月の13日月曜日です。今日は中国新聞はお休みです。今外はちょっといい光がどんどん出てきましたね。昨日こうずっと雨降っておりましたが、その雨が止んで光が入ってきて、緑がたっと鮮やかにくっきりと浮かんできましたね。今日はそんな中で、本の3冊シリーズを行ってみたいと思います。その第1弾はですね、今日は新しいコーナーに入ってきます。ボケの壁、和田秀樹さんのボケの壁が、前回で終了しましたので、いろいろ学ぶことが多かったですね。高齢者のボケはね、本当に、避けて通りたい、病気ですのでね、いろんな情報をいただきましたけども、それでもね、またすぐ忘れる。これもボケの症状かもわかりませんけどね。ですから時々また思い出して読んでみる。私の動画も残っていますので見てもらうとかいうことで、時々バックしてこうやってみな、フィードバックしてみて、チェックしないとね、結構忘れますからね。一方で忘れながら、一方でまた新しいものにも挑戦したいということで、ボケの壁の著者の和田秀樹さんのね、本を今回新しく言ってみようと思っております。これは和田秀樹さんの追い方上手、品よく賢く面白く魅力的な老人にというんでね、高齢者にとってはいい本だなと思っております。これは初版が2023年10月29日ですからね、比較的ボケの壁よりは多分ボケの壁は新しいんじゃないかと思うんです。どうなんだろうか。そうですね、これはボケの壁が2023年1月5日ですから、それの後にね、出された本です。2023年10月29日ですから、ちょっとあとですね、10ヶ月ぐらい後ですからね。その方も今日は行ってみたいと思います。今日はですね、そうですね、まず初めに読んでいきたいと思います。今日は初めに、結構長いですが読んでいきたいと思います。初めに、YouTuber という存在が若者の間で憧れのようですが、私も人に誘われてその一人になることになりました。最初は多少の収入になるのではとせこいことを考えていたのですが、やってみると自分の本音が言えて楽しくなってきました。というのも、以前私もテレビのコメンテーターに呼ばれることが多かったのですが、テレビ側に都合の悪いことを言うとすぐに降ろされてしまうということを何度も経験したからです。それ以来テレビメディアなどというものを全く信頼できなくなりました。コロナ禍でも専門家と称する人たちはみんな感染症の専門家で、免疫学や老年医学、精神医学の専門家は排除されました。厚労省だけでなくテレビ局も一緒になって排除したのです。自粛を進め、それを守れない人たちを攻撃する側からすると都合が悪かったのでしょうが、例えば免疫学者に言わせると、自粛ばかりしていると免疫力が落ちてしまって、かえってコロナが重症化しやすくなるし、老年医学の立場では自粛を続けると足腰や脳の働きが弱ります。また精神医学の立場でも家に閉じこもりコミュニケーションが減るとうつ病になりやすくなるし、最悪自殺につながってしまいます。それなのに、そういう発信はテレビでは許されませんでした。たまたま私の YouTube チャンネル、和田秀樹チャンネルはコロナ真っ盛りの頃から始めたもので、テレビで本当のことを言わせてもらえない欲求不満もあって、テレビを信じているか、いるといかに危険かを訴えることが重要なテーマとなりました。もう一つ、私が精神科医として、あるいは教育者として大事なテーマとしていることに、なるべく多様な考え方ができるようにするということがあります。例えば、これが絶対正しいとか、人間たるもの、かっこ日本人たるもの、かっこあるべしと思っていると、それがうまくいかないときに柔軟に他の回答を求めたり、別の生き方を
したりすることができず、挫折し、最悪うつ病や自殺につながることは珍しくありません。人生いろいろと考えて、いろいろな生き方や考え方ができる人の方がメンタルは強いのです。はあ、なるほど。メンタルを強くするためには、いろんな考え方が必要なんですね。これが絶対ですというのは、絶対はない。というのは絶対ですと言いましたけど、まあ、いろんな多様な考え方を身につける必要があるんでしょうね。私はこのチャンネルで自分が正しいと思うことを遠慮せずに提言してきましたが、それが絶対の正解として視聴者の方に押し付けるのではなく、こんな考え方もあるという形で他の可能性を提示するのが本心です。例えば、日本の医者は血圧が高い人がいれば下げろと押し付けることが多いのですが、血圧を下げるために薬を飲むと脳がフラフラすることがあるし、塩分を控えて味気のないものをずっと食べないといけなかったりします。あるいは大好きな酒をやめないといけないということがあります。ところが日本では血圧を下げる治療とそれをやらなかった人でどちらが生存率が高いのかなどを比べた大規模比較調査がありません。私が高齢者を長く見てきた経験では、血圧が高くても長生きする人はいくらでもいるし、むしろ元気な人が多いのです。もちろん高齢者についても大規模調査はありません。だから血圧はそんなに気にしなくてもいいんじゃないの？日本は癌で死ぬ国で、心筋梗塞の10倍も癌で死んでいるし、脳卒中は死因の4位まで落ちたんだから、などと患者さんにも伝えるし、著書でも明言しています。でも、それは情報の一つであって、絶対の正解だとは思っていません。ちゃんと大規模調査をやって本当のところがわかるまで、正統派とされる医者の言うことと、私のような高齢者をたくさん見てきた経験からものを言う医者とは対等だとは思いますが、私の方が正しいと、僭越なことを言うつもりはありません。また人間には個人差があるので、大規模調査の結果が出たからといって、それも絶対的な正解とは限りません。人間、それぞれ違いますからね。ですから、私も今、高血圧の薬を飲んでおりますが、ちょっとやめて、また実験をしてですね、自分で、また、その結果をですね、見ながら、やめた結果を見ながら、並行して、血圧を測ったり、自分で自分の体をやっぱり見るのは自分が一番見るしかないですからね。お医者さんに行くの1ヶ月に一遍、それも薬だけだったりしますと3ヶ月に一遍ぐらい話をするのも2、3分ですからね。自分の体はやっぱり自分で見るしかないんで、こういう本から知識を得ながらですね、薬をちょっと止めてみたり、そして、血液検査を受けてですね、とか血圧の計で測ったりしながら、自分で見るしかないんですがね。だから人様にいろいろな我慢を強いたり、飲みたくない飲みたい人もいるでしょうが、薬を押し付ける以上ちゃんと証拠を示せと言いたいだけです。そしていろんな情報を得た上で正統派の医者の意見を選ぶか、私の意見を選ぶかを決めるのは患者さんだということです。医者が押し付ける権利はありません。ただ、私が医療情報も含めて、いろいろな情報をこのチャンネルを通じて皆様にお伝えするのは、日本というのはお金を持っているか以上に、情報を持っているかどうかで人生が決まるということがあるからです。例えば、東大病院が日本一の病院だと信じている人は、心臓の具合が悪くなった際に、東大病院に入院することを選ぶでしょう。大金持ちであれば1泊23万円の素晴らしい個室もあります。ところが入院してから上皇陛下の手術をしたのが順天大堂大学の天野篤先生だと気づいても、東大病院に入院している限り、どんなに大金持ちでも上皇陛下のような例外は認められないことになります。そして上皇陛下の手術の時に脇でぼーっと見ていた教授に指導されることになります。ところが情報が十分ある人であれば、生活
保護の人でも天野先生の手術を受けることができます。かっこ理由をつけて断れるかもしれませんが、法的にはそうです。かっこアメリカのように保険が効かずに腕のいい医師はほど手術料が高い国とは違って、日本では保険で手術の達人の先生も研修を終えたばかりの先生も同じ値段なので、情報が一番大切ということになります。本書でも書きますが、最高レベルとされている大学病院の内科治療にしても、中高年までの人で一つの病院にしかかかっていない人にとっては素晴らしい治療が受けられますし、細かい検査も受けられるわけですが、高齢になっていくつもの病院を抱えている場合は逆に寿命を縮めたり元気を奪う治療になることは珍しくありません。情報がある方がいい、医療を受けられる以上、多面的に情報を集めた方が得だということです。教育にしても合格実績のいくら高い塾でも、できる子にとってはいいかもしれませんが、できない子を伸ばしてくれる可能性はかえって低いくらいです。余計に劣等感を感じて将来に悪影響を与えるかもしれません。その子に合った塾を探すのにも情報が必要です。また塾の多くは勉強のやり方を教えてくれませんから、私の著者などに法律のいい勉強法を身につけた方が名門塾に行くより受験に有益になることを私は数多く見てきています。私の主催する通信教育ならおそらく名門予備校の3分の1くらいの値段で、はるかに進学実績確保、受講者が少ないので合格者数は少ないですが合格率は高いです確保を上げているのですが、宣伝をしない上情報を得ようとする人が少ないので受講生は少ないままです。私がなるべく世間で流通していない話をこのチャンネルでしてきたのも、情報が多いに越したことはないという信念からです。私の言うことが正しいということより、世間の常識と違う角度の話をすることで判断の材料を増えると信じているからです。コロナ禍でも痛感したのは、マスコミで流される情報を素直に信じて外に出なかった高齢者がかなりの数で歩けなくなったりしています。でも誰も責任を取ってくれません。このチャンネルをまとめたものが、このチャンネルをまとめたものが一冊の本になったのはそういう背景があるので、私には嬉しい話です。いろいろな角度から情報を取り、ものの考え方を一面的なものにしないヒントにしてもらえれば、著者としても後人にこの上ありません。末筆になりますが、本書の編集の労を取ってくださった WAC の佐藤浩一さんにはこの場を借りて、陳謝いたします。2023年10月、和田秀樹と書いてあります。まあ情報は、たくさんあります。ありすぎてもなかなか全部が取れないんですが、選ぶのが難しくなっていますが、いろんな いろんな角度からやっぱり情報を得ることは大切ですね。一つだけにこだわると誤った時に全部こけちゃいますからね。それと一つの情報が正しいとは限りませんから、いろんな角度から見ながら検討する。最後は自分で考えて結論を出すしかないので、自分で結論を出すためにはちょっといろんな情報を集めることが必要ではありますよね。そして、モチベーションをぐっと上げていきながら情報を選択、いろんなものをね、何がいいかというものをこう選ぶ力というものをね、つけていきたいなと思っています。今日モチベーションをちょっと上げまして、正しい情報を取りに行こうではありませんか。ごきげんよう。